さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつバカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ、遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ。言うた、早う酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ、奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかやろ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、おやさん。もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど緩くやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやってりますけ、おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい雄太、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに追うとるけ、早う助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。
店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです、頭。今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて、で松永の兄貴組やおやっさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ほっとけほっとけ、そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ、殴らせとけ。違憲ですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより田頭、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。雄太、行くぞ。わかった。ったく、すんません兄貴。あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの、土葬を持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、雄太と、もう一人おった松永って。確かにお前を入れて、三人いたな。その松永に任せとるモレノいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、わしはこの組の頭ですけ。若いもんはしっかりしつけときます。兄貴にはもうこの事務所を家と思っていただいてね。まあおやっさんとわしを入れても、うちはたった5人の組ですがの。まあくつろいでつかさえ。姉ちゃん、あんたほんまに不細工じゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。脱げや、脱う。反撃、客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、踊らみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めとる。うっせ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何だ。おう、何じゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。お何じゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。何も知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。やるのうわっ。
なんじゃあの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍してつかさい。おう、松永、お前大丈夫か。いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ、夜勤時の。ああ、もうええ。松永、今人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場どうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩吹っかけたのに突き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使わさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出してつかさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああそうだな。兄貴、お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。桐生さん、大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃ桐生さん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって
連中に遥や春人の父親のことを聞けなかった。あ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ。そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。